岐良平、下国上級時と二宮和也、ワンで二大看板ドラマが大苦戦、悲劇はなぜ起きた制作人の通婚の計算違い。ワンで二大看板ドラマが大苦戦、悲劇はなぜ起きた制作人の通婚の計算違い。各作品が終盤に向かっている秋ドラマ。そんな中、日曜劇場と、 月9ドラマという、TBS とフジテレビの看板ドラマ2作が苦戦している。まず、鈴木良平、40主演の日曜劇場、下国上級時 TBS 系はある弱小高校野球部が甲子園に初出場するまでの奇跡を追った、同名ノンフィクションが原案のオリジナル物語、アンナチュラル、最愛などのヒット作を生み出してきた。 新井純子プロデューサーと塚原優子監督が日曜劇場で初タッグを組むことが話題になっていた。視聴率は2桁スタートで好調に見えたが、主人公名雲鈴木の教員免許偽造が問題になった第3話で1桁台にダウン。11月26日放送の第7話の段階で全話平均は9.5%で、 同枠としては期待外れな数字が続いていて、今年1月期、ゲットレディ d の9.4%や、昨年10月期、アトムの w a べの9.6%と並んでしまった、すべてビデオリサーチ調べ、関東地区。ヒットメーカーの新井、塚原コンビが送り出した本作だが、 ストーリーに大人の事情を盛り込みすぎ、8年に同局系でヒットした野球ドラマ、ルキーズのような、爽やかな汗と涙の青春ものを期待した視聴者が離れてしまったようだ。荒い、塚原コンビだけに、さすがに不穏さをうまく演出しているが、それが逆にあだになり落ち着いて見られないのだろう。第7話でようやくナグモの処分が決まり、 部員たちとの約束に依れて監督に復帰した。視聴者が野球と球児のストーリーに専念できそうな後半戦に期待したい。続いて、嵐二宮和成、四十中谷美紀、四十七大沢隆夫、五十五、がトリプル主演する月急ドラマ、ワンデー、聖夜のから騒ぎ、フジテレビ系は、全く関わりを持たない三人の男女の、 クリスマスイブの一日を一クールかけて描く物語。逃亡編、レストラン編、地方テレビ局編の3パートが同時進行していく。メインの3人のほか佐藤光一62や江口洋介15など、豪華キャストを揃えて話題になったが、全話平均視聴率は11月27日放送の第8話の段階で5.4%と大惨敗状態。 同枠で7年ぶりの王道ラブストーリーとして期待されたものの、とんでもドラマの評価を受けて終わった、前期真夏のシンデレラの5.6%を下回ってしまっている。ワンデーは一日をワンクール、3人それぞれのパートを分けた上、演出も知りアい。コメディーに変えるというトリッキーな作りは話題になった。しかし、 それが物語の本筋の分かりにくさにつながっている。富士テレビが4月期改編発表会で打ち出した、楽しくなければテレビじゃない、という約40年ぶりのスローガンを反映した作りだったが、その楽しさは伝わらなかったようだ。第8話で大きな秘密が明かされ、3人の関係がおぼろげながら明らかになってきた。 意欲作ワンデーにはどんなクライマックスが用意されているのか期待したい。TBS とフジテレビの看板ドラマ枠である2作。力が入っていたのはわかるが、どうやらその意気込みは空回りしてしまったようだ。ドラマライター山川。